もう何年か前のことになるんですけど、福井県にある永平寺っていうところに行ったことがあるんですね。で、その時に中にいろいろと、ありがたいお言葉が書いてある、なんて短い文章なんですけど、そういったのがこういくつかこう並んでるんですけど、その時にですね、こう読んでたら、あ、なるほどって思った言葉がね、ありまして、で、それがですね、何かというと、自分を中心とするから苦しむのですっていう言葉だったんですね。で、ああ、なるほどね、と。で、自分も、普段ね、一つの、組織の中で仕事をしているので、いろんな人とのね、関わり合いがあるわけなんですよ。で、それはね、決して上下関係だけの話じゃなくて、他の部署とのね、関係もあったりで、で、それぞれ、立場がね、違えば、それぞれ優先すべき事柄も違っていて、で、当然にして、出てくる意見も違うわけなんですね。で、もちろんね、抽象度を上げて言うならば、それぞれの部署が、協力して、一つのね、ものを、いい結果を残そうっていうふうで、取り組んでいる。それに向けて、じゃあ、どうしたらいいかっていう話で、で、それぞれ、ね、部署も違えばね、またその部署の中でのそれぞれの役割も違っていて、で、当然にして、立場が違うので、見てる視点もちょっとずつ違っていて、それぞれ意見がね、違って、議論になったりとかね、いろいろあるわけなんですけど、その時に、正直ね、お互い人間ですからね、時に白熱した議論になることもあればね、どっちかがね、早めに折れて、で、丸く収めるとかね。協調性っていうんですかね。ただ、協調性も度が過ぎるとね、それもそれで、どうなんだろうっていうね、こともふっと思ったりしますけど、ただ一つね、そうやって、イラッとするとかね。ね。あいつは分かっとらんなとかね。そういうふうにこう、自分の中でね、負の感情が芽生えたときに、要はそれがね、結局は、怒りだったり、苦しみだったりっていうことに変わってくるわけじゃないですか。で、そういうふうに日々仕事をしている中で、その永平寺に行ったときに、その中にあった一つの言葉にね、先ほども言いました、自分を中心とするから苦しむのですと。いう一文にですね、はっとこう気づかされたというかですね、はっとやっぱ思ったんですね。イライラする原因も、自分がっていうふうで自分を中心にして、仕事を回そうって考えてるから、思い通りにね、いかなかった時に、イラッとしたりとかね、負の感情がね、芽生えるわけですよ。で、それぞれ意見がね、違った場面で、時にね、やっぱそれは相手が言ってる方がおかしいでしょう。で、相手もそう思ってる。で、そういった時にはね、なおさらお互いがですね、こう、ヒートアップ、ね、口調がヒートアップしたり、するってことも、時にあるわけですけど、やっぱりそれは何かって言ったら自分が正しいと思ってるからですよね。自分を中心というか、自分が正しいと思ってるから、そうじゃない、それを否定された時に、イラッとするわけですよ。ね。だから、ふとね、こう、熱くなる、お互いがね、その一つの物事に対して、いい結果をね、いい結果を生むぞと、いいものにするぞっていう、そういった思いは共通しているので、なので、こうちょっとね、議論が白熱しそうになった時、
こう視野がね、狭くなりかけたなって感じた時は、まあ一歩二歩ね、もうあえて後ろに下がって、ちょっと一呼吸置いて、自分がね中心となって今発言してやしないかというふうにこう思ったりするとですね、苦しみのもとは何だ、このイライラのもとは何だ、自分が中心となって考えてしまっているからじゃないかっていうふうに思うと、ふっと冷静になれる自分がいたりするんですよね。なので、永平寺ってその言葉に出会ってですね、まあ、日々ですね、今でもこう自分の頭の中に常に置いて、まあ、仕事をしている日々です。とは言ってもですね、私もまだまだ青2歳ですから、分かっていてもね、まあその現場現場で、その場その場でね、直面した時はね、いや、それおかしいでしょってね、やっぱこうちょっと思っちゃったりするんですけど、あいかんいかんいかん、待てよ待てよっていう風でね。はい。まあ一時はちょっとこうね、感情が揺さぶられたりはしますけども、まあそれをこう抑えれる、まあ術がね、まあ永平寺のおかげで、永平寺に行ったことのおかげでね、身につくことができたというか、学べたというか、まあ自分で言うのもおこがましいですけど、ちょっと少し進歩できた自分がいるかなって感じております。まあ、なかなか言うのは簡単ですけども、実践するのは難しいとは思いますけど、自分を中心とするから苦しむのですという言葉ね、ぜひ皆さんも頭の隅に置いて、日々のね、仕事、人間社会、ストレス、自分の体壊さないようにこう乗り越えて行ってみてはどうでしょうか。では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。